アントン・プレトリウスはカルバン派の伝道者、牧師。人文主義者として当時よく見られた拷問のやり方に反対し魔女裁判の理不尽さを弾劾した。一族はドイツ後期ルネサンス音楽から初期はロック音楽にかけて活躍した音楽家である。ディップシュタット・アントン・シュルツェが本来のせいだが後にラテン語式のプレトリウスに改めた。進学を学んだ後、 カーメンの人文主義的なラテン語学校の校長となる。同地で結婚し、息子、ヨハネスを設けたが、薬病により、マリア夫人を失った。ティッテルスハイム教区における最初のカルバン派の牧師として、ドイツにおけるカルバン派進学の中心地であったハイデルベルクに赴く。アントン・プレトリウスは、ハイデルベルク城における巨大なワインソンに感銘を受けてラテン語し、 バスハイドルバゲンスを1595年10月に出版した。そこではワインソンの大きさをカルバン派信仰の優位の証拠と見立てて称賛している。フロントページバスハイドルバゲンスプロトリアスハイデルベルク、イーゼンブルクビューディングエンウィルハクカの当主、ボルフガングエルンツトに捧げたら弁護士の中では、福音書とカルバン派の信仰に沿って民衆と教会を改革するように、 キリスト教徒の権力者に訴えている。その後、同伯爵に呼ばれて、ビルシュタイン城の伝道者についた。フランクフルトアムマイン近郊のビルシュタインにおいて、プレトリウスは、賛美歌や教理問答書のほか、1597年に、家庭向けに、キリスト教教育に関する書物を出版した。1602年には、著書、デサクロス・サンクトゥス・ノビ・ホーダーゼ、イエズ・クリスティにおいて、 最後の晩餐の解釈について議論に加わっている。1597年にアントン・プレトリウスはイセンブルク・ビューディン・原白のビルシュタイン城の主任牧師に任命されると4人の女性が魔術を用いたトガで拷問にかけられるところを目撃した。宮廷の記録によると、プレトリウス氏は被疑者の女性のせめくにひどく取り乱し、激しく異議を唱えて、 最後に生き残った女性に対する尋問をやめさせることに成功した。プレトリウスの拷問に対する抗議は、1597年のビルシュタイン城における魔女裁判の記録に認めることができる。曰く、牧師が激しくその女性への拷問を抗議したので、そのためこの頃に拷問が止められたことがある。パーセキューション・オブ・ウィッチーズ・ラウデンボック・ハウスパスター、その後アントン・プレトリウスは、 イセンブルクビューディンゲンハクから解雇された。新しい認知ベルクシュトラーセのラウデンバッハ、教区において、著書、妖術と魔女に関する徹底報告グランドリッカー、ベアリクトウーバー・ゾベレー・ウントツ・アウベアラーを上司し、魔女狩りや魔女への拷問に意義を投げかけた。1598年に最初の番を出した時は、息子の名のラテン語系を用いていたが、1602年には、 あえて実名で再犯を出し、1613年に、もう一度、そして死後の1629年にも、同書の再犯が行われた。プロトリアス・レポート・オン・ウィッチクラフト1602、プレトリウス氏は、囚人の置かれた恐ろしい状況を、初めて記録し、虐待や拷問を断崖した、最初の人物である。徹底報告によって、プレトリウス氏は、魔女の摘発と処刑を普及させた。 マルティンルターやジャンカルバンの態度に反対することとなった。ありがとうございます。